声出そう、もっと気合出そう。一生懸命稽古に励む剣道部の生徒たち。しかし指導するのは部活動の先生ではありません。墨田区剣道連盟の指導員の皆さんです。これは今年度から新たに始まった地域クラブ活動。今墨田では公立中学校で行われている部活動を地域に移行しようという取り組みが始まっています。部活動の地域移行としてまず一つには、平日は学校の部活動を行い、休日に地域クラブ活動に参加するパターンがあります。土曜日の午後、墨田中学校に剣道部の皆さんが集まってきました。指導を行うのは墨田区剣道連盟の皆さん。先生方に礼。はじめ、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、この立ち姿でもう大体強いか弱いか上手いか下手か分かるからね。基本の構え方から細かいアドバイスが入ります。右手と左手対称になっているのが理想と言われてます。今こっちが上がってるね、こっちが上がってるね、そうだね。でもこっちがこの上がってるよね、はい、リラックスすれば左右対称の構えになってるはずなんだ。地域クラブ活動では専門的な技術や知識を持つ指導員が生徒を見るため、より的確なアドバイスや生徒たちの技術の習熟度に合わせたきめ細かい指導を行うことができます。地域クラブ活動の剣道部は今年の5月に体験会を実施。現在両国中学校と墨田中学校で各週ごとに活動が行われています。実際に地域クラブ活動の剣道部で練習する生徒たちは学校の部活動とは違った刺激を受けています。たくさんのいろんな先生に教えてもらえるっていうのがすごい違いかなって思います。普段の稽古とは違う練習メニューみたいなのがあったり、新しいなんか技みたいなのとかを学んだりしました。7段の先生が、その剣道上手い先生がたくさんいて、分かりやすく教えてくれるので、勉強になって強くなれた気がします。一方、教える側にとっては、地域クラブ活動は先生方の負担を減らし、競技の普及につながるのではないかと捉えています。実は中学から剣道を始めるっていう子が割と多くてですね、学校の剣道部ですと、顧問の先生が一人でやったりすると初心者と経験者と両方見なきゃいけないっていうところが、まあ大変なのかなと思います。で、我々地域の方は、まあ大体いつも3人指導者が立ちますんで、その辺のカバーはすごくしやすいかなと思いますし、地域で入った、生徒が今もう防具をつけて11月の区民大会に出ようかっていう子もいますから、やっぱりその辺のメリットはあるのかなと思っています。続いて休日のみ参加する地域クラブ活動も見ていきましょう。両国にあるレイクランド大学ジャパンキャンパス、アメリカに本拠地を置く外国大学で、国内外の学生たちが英語で授業を学んています。10月末の土曜日、そんなレイクランド大学ジャパンキャンパスでハロウィンイベントが行われました。
そこに参加したのが地域クラブ活動英語部の生徒たちです。英語部は毎月2回土曜日の午後にこのキャンパスに集まり、英語による勉強や体験活動を行っています。ハッピーハロウィーン。ハロウィンイベントが始まりました。イベントが行われている間は全て英語でやり取りしなければならないのがルール。実際に外国人の間に混じって楽しみながら英語に親しむのがポイントです。学校の部活とは一味違った地域クラブ活動に生徒たちの反応も上々。立川中学校です。本庄中学校から来ました。なんか本当の海外の人とかと一緒になんか交流ができるから違うなって思いました。本当に外国の人たちと別の普段使わない言語とかで会話ができてすごい楽しいです。ハロー。未来中学校。住中。立川中学校です。友達が一緒にやろうってできたので入りました。学校でチラシをもらってやってみたいなってやりました。ここはもう本当に、ゲームを通じてなんか言葉の壁がというか思ったよりなくて本当に楽しめるようにもうすごい楽しくできてます。ここだと分かんないやつも後で頑張って調べたりして、なんか知識を深められるっていう、こんな感じがして楽しいです。この日英語部の生徒たちは心から外国人学生たちとの交流を楽しみました。部活動の地域移行の背景にはどのような目的があるのでしょうか。その理由の一つが先生方の働き方改革です。墨田中学校で社会科を教える教員の伊藤真さん。伊藤さんは剣道部の顧問として週末も部活動に取り組んできましたが、今回の地域移行について現場としては非常にありがたいと言います。顧問って5年目になります。今までは練習試合や大会があれば引率をして一緒に活動していたんですけども、それはそれでやりがいもあったりとか勝つ喜びとかそういったものを分かち合える機会だったんですけども、土曜日日曜日の部活動を少しお願いすることになって、家族と過ごす時間であるとか本来の授業の準備であるとか生徒と向き合う時間というのを確保できたように思っております。また部活動をもっと充実させたい生徒にとっても地域クラブ活動は絶好の機会だといいます。本校2日しか部活動がないので、もっとやりたいっていう生徒もいるんです。そういった生徒には県友会や地域の部活動に参加するように促したりしております。部活動の地域移行の目的は地域資源を有効に活用しながら公立中学校の部活動を持続的に発展させることです。もう少子化っていうところが進んでくる中で、学校の生徒数がこう減ってきたりとか、またその競技をやりたいっていう人数を確保するっていうところでの、部員数っていうところで、もう減少していて、やっぱりこう一学校だけで活動ができないっていう学校が増えている。またそれだけではなく、教員の働き方というところでも、まずいんじゃないかっていうところで始まってきたものです。
墨田区の場合、区の中で、指導者、もいますし、またこう地域のこう団体っていうところでも墨田区内のこう団体っていうところや、文化的な、そういう芸術団体っていうところでも、豊富に抱えている区ですので、やはりそういうところと連携しながら、やっぱり地域もこう盛り上げるっていうところに、つながるような、形でこうやっていきたいっていうふうに考えております。10月、江東橋にある劇団のスタジオで新たな地域クラブ活動が始まりました。今回行われるのはエンタメ部の体験会。区内で活動するミュージカル劇団 MMC の団員たちが講師となり、生徒たちにダンス、歌、演劇、コントなどのステージパフォーマンスを教えるものです。床に足の裏をぐっと押し付けてから膝を伸ばしますね。その時に頭の上から太い棒で引っ張られてるイメージです。はい、シンセンバーケンケンバードゥーチョキドゥーバーケンケンドゥーさ。ダンスに続いて行われたのは発声練習。養成所とか行ったら必ずやる発声滑舌の練習ですね。かきくけこ、きくけこか、くけこかき。最初は緊張気味だった生徒たちも慣れるに従い、さまざまなパフォーマンスを体験していきます。これから10分、かれこれ10分。最後は参加者全員でコントに挑戦。何、しりとり博士なの？しりとり博士ではねえよ。いや、さすがに長すぎだって。どんだけ待てばいいのよ。プロのレッスンを直接体験できる地域クラブ活動のエンタメ部。体験会に参加した生徒の表情には充実感が現れていました。もともと声優になりたくて、なんか歌ダンスもやってくれるっていうことだったので、いいんじゃないかなと思って応募しました。楽しかったんですけど、ストレッチがちょっときつかったなって思いました。でもなんか身につくことがたくさんあったので、すごいいい体験だったと思います。演劇部やってるので、お母さんに行ってみたらって言われて来ました。演劇部でやってることとかもあったんですけど、体験してこなかったダンスとか振り付けとか全然できなかったんですけど、やってみてすごいいい経験になったなって思いました。まあ、エンタメ部なので、一体何をしたらいいのかって、私たちも普段はミュージカルですから、何をしたらと思って今日はちょっと盛り込んでてんこ盛りにしてみたんですけども、私たちで力になれることがあったら嬉しいと思います。今までの私たちがやってきたことで、まあ、子どもたちがこういうことに参加をして、何か今までの自分じゃないものを発見してくれたりとか、自分の他の、能力とか楽しさとかを発見してくれたら嬉しいなって思います。今年度から新たに始まった部活動の地域移行、まだまだ手探りの場面もありますが、課題を一つ一つ解決しながら今後も段階的に進められていく予定です。墨田では地域資源を活用して区のさらなる活性化につなげていきます。